とこがええねやろな。なんやねん、持って生まれたこの差は。お酒は飲むんですか、普段は。僕本当に弱くて、あ、ほぼ飲まない。本当に弱いんだ。へえ、あの打ち上げとかの時でもあんまり。あ、だから牛乳をよく飲んでます、ね。嘘。はい。嫌な打ち上げやな。な。でもお酒の席が好きなので。はいはいはい。はい、おしゃべりするのが好きなんでしょ。はい、そうです。俺みたいに訓練したら飲めるようになりますけどね。そう、伺って何度も訓練したんですけど。あかん、ちょびちょび言ってもあかんの。俺こんな缶ビールから始めたって。始めました。え、結構かかりました。かかったね。これがこう半分になり、はい、一本になり、ビールが憧れます。いや、できるって。俺も飲めなかったも、俺もこんな隅っこで牛乳飲んでたいなって。牛乳飲んでるって。 俺はあれカフェオーレでしたけど。楽やで、飲めたら。そうですね、確かに。浮ついたことも言えるしね、酒の力を借りて。言いたいです。そうでしょ。はい。シラフって人生結構ぎゅうぎゅう詰めになるやんか。なりますね。全部に責任がある。そうそう。感じがします。だから酒っていうのがあるとこう、向こうの見方も変わってくるし。そうですね。あ、こんな便利やったんかと思ったもん、俺飲めるようになってから。だから、おっぱいを触るのに前よりシラフの時より寄った方が時間が早い。なるほど。僕今日から訓練します。え、独身でしょ今。独身です。はい。ああ、そしたら別にもう結婚してもええな。そんな女遊びしたくないんでしょ。いや、そんなことないですよ。あ、女性は好きでいらっしゃる。はい、好きですよ。はい。ああ。そしたらちょっとの覚えた方がええかな。そうですね。あの、おっぱい触りたいですか、ね。そやろ。シンプルにおっぱい触りたいですよ。わかるよ。あんな落ち着くとこないの。なんなんでしょうね。やっぱり、うん、おっぱいやっぱちっちゃい時からお母さんのおっぱいで育って、あの柔らかみを覚えて、その願望がこれかもしれないね。そう、君はもうたまにたまった酒飲まないからミルク飲むようになってるんだ。本当にムカつくことが多い。多いだって思いますね。本当に。あの、この話はテレビでできませんけども。はい。外女優さんにはムカついてます。そうですね。あの、今田君本当にごめんなさい。どうしたんですか。私あの、前から今田君に米倉涼子の、はい、あの笑顔とかさんまさん好きやな、はい、騙されなはんなやって言ってましたね。言うてましたよ。騙されてたんですよ。あの、そう。きっとあの、僕のこと好きだろうと思ってたんですよ。いや、あれだけ言われたら思いますよ。この番組。やめる時には泣いてたんですか。泣いてたんですよ。もう電話していいですか。週に1回ぐらい電話していいですか。あれっきりかかってきますよ。あっぱれ。頼もしいですね。はい。いや、どうしとんねんよね、米倉涼子。テレビつけました。笑顔で夜の引っ張りしてやってました。どういうこと。そういうことですよ。そういうことです。お人よしなんですよ。そうです。まだ分かんないんですよ。まだ分かんないね。あの時の俺と米倉って結構米倉惚れてる素振りしてた。ひょっとしたらもうなんかあるんちゃうかなって。あ、みんな俺もある思ったの。ほんで、あの、この番組のレギュラーあいつ終わってからしようと思ったの。そういうこと。いいな。確かに言うてました。共演中はでけへんっていうのはね。それが一回も電話かかってこないし。あ、そうや。やめるとき嬉しそうやったもんね。誰がこれあれはいろんなこと考えてよ。それは分かんないですよ。でもその時は本気感も分かりませんよ。女優さんやからドラマの現場に入ったら相手役好きだって思われるからね。一回ポロッと言うてみたらちょっと気持ちが入ってしまって、この収録現場に来たら、あ、いた今日もっていうドキドキ感はほんまやったかも分かりませんよ。ちょっと癖になってたんです。口癖みたいに。口癖になってて。そうですよ。口癖なんですか。俺が頼むでと変わらないんですか。そうです。収録終わって事務所の車乗り込む頃にはあいつ誰やったっけ。特徴ある子やな。そんな話はもうええねん。これはもう編集しといて。もうええわ三宅さん。初めてやオンエアなしを俺が言うたのは。よっぽど恥ずかしい。よっぽど恥ずかしいですね。ケービング舐めてかかると大怪我すんね。ほんまや。うわ、すげえ。どや。真っ白。こういうのは触っていいのかな。白いのはですね、遠慮してください。え？上の方とかすごい白いのがあります。うわ、真っ白。オーケー。
こんなんおったらえらいことやねんな、もし。そうですね、何万年っていうのがこれで何、まあ、すごいっすね、そう考えると。この場所はもう本当人が入らないんで、それでこれだけ白く保存されているんですよね。あ、じゃあ今日お辞儀が来たからちょっと黒くなるね。ごめんなさいちょっと汚れるか俺ね、純白怪我するのうまいんだよすげえなー、すごいなー、自分の生きてきた分なんてもうほんまや、これぐらいなんでしょうね。もうなミリの世界、ミリミリ、お前ミリや、俺ミリっすね、お前ミリ、まあ俺もミリやけどな。っていうことは今俺ら超大先輩たちに囲まれてるんですよね。北海キッド。それで今すごい話をしだしたと思ったらもういないっすねスターよ、おおかこれはこのまま降りておいでいいの、あのね、俺らのこういう店舗とね、大岡市のね、店舗が全然違うからね、毎回こうやって待ってるさあ、こっからどうする。これもう行けないじゃん。行きます。どこどこ、これこれです。え、これこれです。行こう行こう。これはどうやって行くの。またこれはもう頭から突っ込んでください。あれ今回教えてくんないの。ほふく前進すればいい。ほふく前進すればいいです。ここ行くんだ。行かへんの。あ、大丈夫です、あの後で行きます。先に。本当だよね。あの人間が入れる空間隙間があるんで、それを選んで、行ってください。面白いこと言うな。うわ、半端ねえ。うわ、半端ねえ。お辞儀半端ないですよ、これ。マジで。なあ、どぶにバタッと倒れたおっさんみたいだ、お前。なあ、おっちゃん大丈夫？大丈夫。半端ないっすよ。うそや。本当に。うわ、すげえ。何が？いや、クリアわかるって、半端ねえ。あのね、怪獣の口の中進んでるみたい。うん、うわ、これお前口つけないかねえやろ、どうせ。これだからまた右耳をつけるんですよ。あ、なるほど。すげえ。どうせや。おお、ちょっと立ち上がれないな、これ。いやな。あら、ちか。このコースでいいのか。これ何が僕たちが望んでた冒険なんでしょうか。いた。うわ。いた、丸い位置でチンチン。同じを試しやがって。あいつさっきラーメンでバカにされたから怒っとる。やべえ。超ディスカバリーチャンネルになってる。おお。立てる。はあ、あんなやつ待てられへんで、お前。早い、もう来た。早いね。お気に入りますか。じゃあ上に行っていいの。じゃあ若手先頭で行きます。はい、頭どれくらいしてるのか。そりゃこういうベッドになるのが分かる。分かる。うん、じゃあそれ行きましょうか。はい、行く。はい、行こう。いや、行く絶対行くから。誰がだるまさんが転んだよ。行く分かってるよ。お前おでた宝もあんねやろな。大子さんも下の名前聞いてなかった。下の名前はですね、ソヘイって言います。え？ソヘイ。本当に36歳？明治時代の人じゃないよね。ソヘイ。なんで浮いれへんかった。すげえな。おお、これ何のために
こういうのも聞きてるのか、わけわからないよな。だからそう